まわりです。こうなんですけれども、ジャパネット高田で出ている掃除機の中で、すごい人気のある日立のスティッククリーナーのラクカルパワーブーストサイクロンというのが売られてるんですけれども、そちらがですね、実際に買うべきなのかどうなのかっていうところを解説をしようと思っております。で、この PVBHL3000J というモデルなんですが、これ非常にですね、紛らわしいんですよ。で、僕、前の動画で完全に間違った解説をしてしまったので、そこの訂正も含めてですね、これ解説をさせていただきたいんですが、まずこれ PVBH3000J というモデルがあるんですが、これが日立の最上位モデルになってまして、ここに L が入るものが、ジャパネットと日立で共同開発したオリジナルモデルになってるんですよ。で、めっちゃ間違いやすいんですよね、これがね。こういう感じの赤い基調なんですが、これね、実は見た目、ラクカルスティックと言いまして、日立の中で一番軽いモデルなんですよ。それとほぼ一緒なんですよね、実は。で、これ同等モデルどれかって探してみると、この PVBL3J というラクカルスティックの新しいモデルがあるんですが、これとほぼ同等モデルなんですよ。ただ、違いがですね、4つあります。違いが4つあるので、この違いをちょっと解説した上で、どっちを買った方がお得なのか。で、それ以外にもちょっとお得なものがいくつかあるので、ぜひですね、最後までお楽しみいただければと思うのですが、まず一つ目に関しては、重量なんですよ。ラクカルスティックシリーズになるので、やっぱりね、どっちもやっぱり重量が非常に軽いんですよね。で、今お伝えした、ラクカルスティックの方に関しては 1.1kg なんですよね。なので非常に軽いんですが、このジャパネットオリジナルモデルに関しては 1.3kg と 0.2kg ぐらい重たいんですよ。どっちもめちゃくちゃ軽いモデルではあるんですが、じゃあこれ何が違うのかというと、ヘッドが違います。はい。ズバリヘッドが違って、ヘッドが、若干ジャパネットモデルの方が優秀なんですよね。では何が優秀なのかというと、くっきり見える。ゴミをこう、映し出すためのライトが搭載してるんですけれども、それの LED の量が、ラクカルスティックの最新モデルの方は5つに対して、ジャパネットのモデルに関しては7つ入ってるんですよね。なので、よりゴミがくっきり見えますよ、というところの違いがあります。で、そこの部分が若干重さに繋がっていると。重さの部分で出ていますよっていう感じです。で、さらに、やはりこのヘッドの部分が、寸法がね、2センチぐらい若干長くなってるんですよね。っていうところですが、寸法自体は大したもの、この寸法自体は大した差じゃないんじゃないかなというので、これぐらいにさせていただいて、付属品ですね、続けて。ジャパネットオリジナルモデルの方は、冊子などの掃除に、便利に使えるブラシのノズルの専用のものがついてるんですよ。これ角度変えれたりとか結構便利なので、これがついてるっていうのは結構でかいです。で、逆にラクカルスティックの最新モデルに関しては、スタンドがついてるんですよね。で、掃除機のスタンドって結構大事なので、これもでかいです。ただ、このスタンド、ちょっと微妙な点があって、一般的に、スタンドガシャンってやると充電がそのまま始まるタイプのものもあると思うんですけれども、このスタンドは、充電はちゃんとその充電のとこに刺さないとできないので、ここは微妙な点なんですが、若干付属品に違いがありますよというところです。で、最後。ほとんど違いないでしょ？今、本当にビビたる違いなんですよね。で、最後価格の部分なんですがどうなのかというと見ていくとですね、PVBHL3000J、これがジャパネットの方なんですが、下取りを入れると安くなるっていうキャンペーンなんですよ。で、この下取りの条件をお調べしたところめちゃめちゃ甘いです。別に壊れていてもいいですよ。別に他社のものでもいいですよ。掃除機だったらいいですよ。これを下取りに出していただいたら3万円。29,980 円で売れますよと。安いんですよね。かなり安いと思います。で、逆にこの PVBL3J というラクカルスティックの最新モデルに関しては最安でも4万円ぐらいしますと。なので1万円ぐらい価格差があるんですよね。というところなんですが、ちょっと待ったということで。しかし、これ PVBL1J というモデル、今年出たモデルの本当に一番安いラクカルスティックのモデルがあるんですが、これだと 27,000 円台で最安値で売られてるんですよね。こっちより安いんですよ。じゃあ何が違うのか。で、PVBL1J の最安モデルに関しては、まず、スタンドが付いてないです。先ほど説明した、掃除機を入れるスタンドが付いていない。あとは、ゴミくっきりライトだったかな、テラスライトですね。あれが搭載していないモデルなんですよ。重さは 1.1kg 軽い。まあ、そっちだったら 27,000 円なので結構戦えるかなっていう感じはします。はい。なんですが、まあ、これとこれを比較した感じだと圧倒的にジャパネットの方が有利じゃないかな。今の時点ではっていう感じはしますので、まあ、結論から言うと、まあ、ちょっと重たくなっても、まあ、しっかりした、まあ、ライトがついていてっていうのが良ければ、ジャパネット。もう、1円でも安い方がいいっていうのであれば、PVBL1J の方がむしろおすすめなんじゃないかなっていうところで、今回の解説となります。では、参考になったでしょうか？この動画ですね、参考になったなって方は、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。また、ちょっと前の動画間違ってしまって申し訳ございません。またですね、アップデートして、ランキングなども配信していこうと思いますので、今後とも何卒よろしくお願いいたします。じゃあまた！